間に青い稲妻が落ちます。三冠挑戦過去2回、チャンピオンカーニバルでは堂々の準優勝、そして 5.1 東京ドームでは裏投げ合戦で長谷博史を沈めました。東京ドームの屋根が叫んばかりのファイトを展開した秋山純、全日本プロレスの激しさを身をもって示しました。今や全日は四天王から五強時代、全日本プロレスに景気低迷という言葉はありません。秋山純、本田多聞とともにリングインであります。本日の選手ファイナルタグマッチ対決の一本勝負を行います。青コーナー275本の高谷義弘、高山大きく手を挙げました。ゲイリーオブライト、発信風車の使い手ゲイリーオブライト、日本武道館のセミファイナルです。本田多聞、250本の秋山、今や全日本プロレスの押しも押されぬトップコンテンダー秋山純です。こちらゲイリー・オブライト、高山義弘、このシリーズからがっちりと手を組みました。そして赤コーナーは秋山純と本田多聞、秋山が残ります。秋山と高山の先発で30分の一本勝負、試合が始まりました。リングの中央、まず秋山が手を出していきます。高山これに応えます。いきなり力比べに入るんでしょうか。おっと、一回ブレイクしました。背中が高山義弘、196センチ、115キロ、巨体です。秋山純は188センチ、108キロ、タックルに行きます。足を取りに行きます。高山上から覆いかぶさります。足を離さない秋山、片足が上がりました。ドラゴンスクリューか、蹴りがあります。高山には蹴りがある、上になります。ファンダメンタルポジションになりました。序盤戦、息が思わず詰まってしまうような緊迫感が漂っています日本武道館。さて馬場さん、このゲイリー・オブライトと高山、この全日本プロレスに高山が初めて登場してきた時が去年の3月このコンビだったんですけれども、またあれから再びコンビを組んで、しかし高山も全日本プロレスに慣れてきましたからね。そうですね、その時にはね、やっぱレスリングというものを知りませんでしたからね、はい、去年の3月川田を追って入ってまいりましたこの高山。お、こちらは柿原でしょうか。 5.1 東京ドームではウィリアムス、そしてゲイリー・オブライトと戦いました高山義弘、セコンドに柿原を今日は伴っております。このシリーズはオブライトと手をがっちり組んでいる高山義弘。さあ今度は秋山が張って、そして今度は蹴っていきます。トンピング、顔面にまとめて打ち込んでいきました。ああ、そして今度は全体重を浴びせての攻撃であります。スティールカメラマンのフラッシュライトが一斉にたかれました。そして本田多聞入場、フロントのスープレックス、大締めスリーパーに入ります。おっと、これはチョークに入っているか。本田多聞背後からの大締めスリーパー、これはブレイクしました。今日はこの日本武道館でセミファイナル、腕を取られましたが、そして今度は腕引き、十字固めに行こうというところ、本田多聞が上になりました。さらに顔面踏みつけ、おっと、顔面踏みつけ、高山怒りました。タックル倒した。そして馬乗り、マウントパンチ、マウントパンチ、逆に今度は高山マウントパンチです。張っていく、両者ともに挑発、髪の毛が知事に乱れております。そして今度は膝蹴り、さらにフロントのヘッドロックで締め上げて、パートナーのオブライトへ預けます。青コーナー、
外のスープレックス。このゲイリー・オブライトも3年前の秋この全日本プロレスにやってまいりましたが、フルネルソンの体勢でぶん投げるか引っこ抜くか、さあ後ろを取った、おっとタッチ、ああしかしジャーマンで投げ知られた、タッチは成立、タッチは成立、試合の権利があるのは秋山です。振られました、帰ってくるところラリアットはかわした、弓を切った秋山純、そして高山にも突っかけました。秋山も気合が入っています。そして今度はエクスプロイダーか、オブライトは160キロ、高山が入ってきました。そして今度はダブルの攻撃になります。ダブルのブレインバスター、秋山勝った、エルボーです。一人で二人を相手にしています。ファースキックから、そしてもう一回エルボー、ジャンピングに串刺し、そして同段ライトスープレックス、素晴らしいハイト。そして今度は本田とダブルの攻撃だ、ダブルのブレインバスター。そして本田が残ってラリアット、倒れた勢いで高山にタッチです。張っていきます、あ膝蹴り、あっとこれも入った、5分経過です。しかし本田もこれに負けていません。ハイキック、気合が入っています。もう一発足を取ったラリアット、そしてバックを取ってジャーマンスープレックスホールド、さらにヘッドバットです。いや馬場さん、このホンダのファイトも場内やんやの活性です。そうですね、いいですね。そして今度はパワーボムの体勢です。ガーッと返されました、しかしつくと立った、あっと今度はキック、ダブルアームスープレックス、そしてすぐさまカバー、あーっと関節技、腕式十字固めに手を取るというところですが、秋山が入ってまいりました。この高山が全日本プロレスに初めて上がったのが去年の3月1日、いきなり川田田上の世界タッグに挑戦した試合でした。その時のパートナーがこのゲイリー・オブライト、しかしあれから1年3ヶ月また新しい味付け、新しい色合いでこの2人がこのシリーズ北の大地、北海道札幌で世界タッグ戦線に大きくアピール、名乗りを上げました。その世界タッグ挑戦をも睨んでのこの日本武道館のファイト、あ秋山が捕まった、さあ引っ込んできました、ダブルアームスープレックス、おそして高山に指示を出して、高山が右手拳を上げた、何を持ってくる、ギロチンドロップ、さらにはゲイリー・オブライト、高山に秋山を牽制するように言ってドロップキック、放送席前は秋山、そして本田タモンがパワーボムに捉えられた、これは返せない、横綱相撲、オブライト高山義弘、本田タモンを一周しました。完勝と申し上げていいでしょう。オブライト高山の白98スーパーパワーシリーズ最終戦、この日本武道館大会で秋山純、本田多門を相手に王道の完勝、圧勝でありました。激勝オブライト高山の白。